自宅でパソコンを使い収入を得る人が急増中。ネット普及の背景が要因か。今不景気の影響で収入が減少する中、自宅で本業以上に稼ぐ新しいワークスタイルが注目されています。その新しいワークスタイルの真相に迫ります。詳細はこちら。大腸がんのため28日に54歳で逝去した俳優の今井正幸さんを悼み、公式ブログにその死を惜しむコメントが殺到した。今井さんのブログが最後に更新されたのは4月28日、舞台ザ・ウィング・オブ・ゴッドの過去側福岡公演中止決定を報告するもので、スタッフの手によるものか事務的な記述だった。しかしそのブログは今井さんとファンを結ぶ最短距離にあるものだった。最初のコメントは関係者か、あるいは何らかの事情でその死を知った人によるものか、報道より1時間以上早く午前10時5分、なぜ神は才能ある若者を召されるのか、合唱という内容で投稿された。そして逝去のニュースが流れた午前11時半過ぎからは、天国に行くには早すぎますよ、訃報を知った瞬間涙が溢れてきましたなどと秒単位で投稿があり、約3時間で600件を超えた。中には神戸三宮で会った時からずっと大好きでした、気さくに握手に応じて貼った姿今も覚えています、同郷で幼い時に今井さんの公演舞台を見させていただき、それ以来応援していました、兄貴まだまだ話したいこと夜受けあったけどめっちゃ悔しいですわと、今井さんとのつながりの深さを思わせるものもあった。